骨格診断をもとに脂肪吸引するとどうなるでしょうか。本日は骨格診断に基づいた太もものタイプ別脂肪吸引について徹底的にご紹介いたします。実際の症例写真をもとにタイプ別によってどのように変化するのかまでかなり詳しくご紹介しておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。骨格診断とは生まれ持った体のラインや質感から最もスタイルが綺麗に見える着こなしを導き出すファッション理論のことです。筋肉とか脂肪のつき方とか関節のつき方から骨格ストレートタイプ、骨格ウェーブタイプ、骨格ナチュラルタイプと3つに分類することができます。身長とか体重、太ってるとか痩せてるとかは全く関係がありません。骨格診断とは普通は自分の体に似合う服の形や素材を決めるのに活用しますが、今回は太ももに焦点を当てて骨格診断タイプ別太ももの脂肪吸引のポイントについて実際の症例写真をもとに医師の目線で解説したいと思います。おそらくここまで筋肉のつき方とか脂肪のつき方、骨格の形などを分析して太ももの脂肪吸引を行っているドクターは他にいないと思いますので、自分がどの形に当てはまるか想像しながらぜひ最後までご視聴ください。いろいろなデータがありますが、日本人女性はストレートタイプが一番多くて 55%、 次に多いのがウェーブタイプで 34%、 そして最後がナチュラルタイプの 11% となっております。それではタイプ別に解説していきたいと思います。まず一つ目がストレートタイプです。ストレートタイプの方は上半身に重心があるグラマラスな体型です。デコルテや胴回りに厚みがあるのが特徴で、首が短く鎖骨が目立ちにくい人が多いです。おへその位置が高くて足が長めなんですけども、胴が短いのでウエストにくびれができにくい方が多いです。お尻の位置は高くて上からお肉がつく、いわゆるリンゴ型と言われておりまして、体を触った時に肉質に張りがあります。メリハリボディで体や肌に弾力のある張り感があるのがストレートタイプです。ストレートタイプの特徴としては二の腕の外側や腰回りのお肉、そして太ももの前側の張りが気になりやすいです。痩せても貧相にならずに女性らしい体をキープできるのがストレートタイプの魅力です。筋肉も脂肪もつきやすいので、トレーニングをしすぎてしまうと逆にムキッとしてしまいます。自分の気になる部分を適度に引き締めつつ、有酸素運動と食事制限を合わせて行うとスッキリとしたボディを作ることができます。こちらの方はウエストと腰とお尻と太ももと膝の脂肪吸引を同時に行いました。吸引できた脂肪の合計量はなんと 4500cc で、1ヶ月なのにこの変化です。実は痩せたら最強になるのがストレートタイプなんです。今まで筋トレやエクササイズをしてみたけれども、逆に筋肉質になってしまって痩せられなくて悩んでいる方は、脂肪吸引するとかなりの変化を期待できると思います。2つ目はウェーブタイプです。ウェーブタイプの方は曲線的なラインが特徴の女性らしい体型です。デコルテや胴回りに厚みがない、上半身が華奢なタイプですが、おへそとか腰の位置は共に低めで下半身に重心があるタイプです。ウエストにはしっかりとくびれがあって、お尻につながる曲線的なラインが特徴的です。そしてお尻の下の方にお肉がつく洋梨型と言われております。足は特に太ももの外側が張りやすくて、肉感は柔らかくふわふわとしております。ウェーブタイプの特徴としましては、多少太ったとしても上半身は華奢なままでくびれも残りますので、太ったことが周りにはバレにくいんですけれども、お尻の下側や下半身にお肉がついてきて下半身が気になる方が多いです。下半身に脂肪がつきやすい一方で筋肉がつきづらいタイプですので、筋トレやエクササイズを頑張ってもなかなか太ももが痩せないと悩まれている方が多い印象です。こちらは太ももとお尻と膝の脂肪吸引したウェーブタイプの方のビフォーアフターの写真になります。ウェーブタイプは痩せるとより女性らしさを引き出すことができますので、筋トレやエクササイズを頑張っても痩せない方は太ももの脂肪吸引するとスッキリしますのでおすすめです。3つ目はナチュラルタイプです。ナチュラルタイプは骨のフレーム感がしっかりとしたモデル体型です。もともと太りにくいという人が多いタイプで、肉感はあまりなくて骨や筋肉の感じが目立ちやすいです。肩がしっかりと張っていて幅も広くて鎖骨がくっきりと出ます。膝の骨が大きくて目立つ長い足と、体に対して大きめの手足が特徴的で指の関節も目立ちます。
ナチュラルタイプの特徴としては、もともと太りにくいという人が多くて、太っても部分的にではなくて体全体に脂肪がつくので、人間が拡大されるイメージです。骨がしっかりとしている分、太るとがっちりとしてしまいがちにはなります。部分的に太ることがないので、逆に自力で部分痩せするのも難しいんです。痩せるとなると水泳などの全身運動が向いていますが、なかなか続かないですよね。こちらの方はウエストと腰とお尻と太ももと膝とふくらはぎ、足首の脂肪筋をしました。下半身全体がスッキリする下半身スッキリセットです。どんなタイプの洋服でもかっこよく着こなすことができるのがナチュラルタイプの特徴ですので、気になる部分があるけれども自力でなかなか部分痩せすることができない方は、脂肪筋にするとさらにモテる体型に近づくことができると思います。皆さんいかがでしたでしょうか。自分がどのタイプの骨格なのか分かると、太ももの脂肪筋をした際にどんな感じで変化するのかイメージがしやすいかと思います。骨格診断では3つのタイプ、ストレートタイプ、ウェーブタイプ、ナチュラルタイプに分類することができますが、ミックス型の人も多いですので、骨格診断は大体の分類方法であるっていうふうに頭に入れておいてください。私は毎回お客様一人一人に合わせたオーダーメイドの太ももの脂肪筋をしております。特に気になる部分を言っていただけましたら、それぞれの骨格に合わせて一番綺麗にデザインをして美しく仕上げますのでお任せください。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録といいねボタンを押して応援をお願いいたします。そして何か質問や疑問がありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。